本当に音聞こえない。おいっす、プライムです。俺、ロッピー。はい、じゃあ、この間ラーメン食いに行った。うん、俺ロッピー。なんだその端的な自己紹介は。でストップって言って。あーすが。はい、じゃあゆかりちゃんです。すげえ、もう滑りがすごい。ようやく私の出番ってわけ。待ちくたびれちゃったよ。うるせえバカ野郎。でもそうだね、この話ってとっておきだから、これくらい後でちょうどいいのかもね。とっておき。この話を聞いて感動の涙を流すか、恐ろしさに震え上がるか、呆れて物も言えなくなるかは全部みんなの心次第。私は個人の意思を尊重するからさ。だから他人の意見に惑わされないで。お前かぶしてやってもお前の声多分聞こえないよ。なんで？スカイプのあれのせいだよ、いつも。何スカイプのあれのせいって。で、いつも俺が喋るとお前の声聞こえないだろうが。エヴァの呪縛？ちげえよ、やめとけ。やめとけ。それじゃのこの字にさ、丸みたいになってんだよ。それ聞け。それじゃ話すよ。それじゃ話すよ。一年ぐらい前だったかな。うん。私は遺跡の発掘に行ったんだよ。もちろんアルバイトで。いや、それは3年ぐらい前の話じゃね。え、なんでお前そんな詳しいんだよ。うん。うん。遺跡って言っても、そんなに大きなものじゃなかったし、そんなに古いものでもなかった。遺跡だから相当古いもんだろ。まあね。太古の古墳なんて、そうそうお目にかかれるものじゃなかった。最新の古墳も見せ、ね、お目にかかれるもんね。ねえ、ロッピー。今でこそ東京は日本の首都として発展してるけど、昔はそうじゃなかったんだよ。はい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 、中世の頃まで、はい、都は奈良や京都にあって、それより東は未開の地といかないまでも全然栄えていなかったらしいじゃん。はい、はい、鎌倉幕府なんてものもあったけど、結局江戸幕府が開かれるまでの関東地方はものすごい田舎だったのさ。へえ。その田舎を開拓して都を築かせたのがあの徳川家康。彼がその土地に都を築くためにあたって風水学を用いたのは有名な話だよね。有名な話。山や川の地形はもともと理想的な配置だったらしいんだけど、城の位置や鬼門の方向にまで風水が計算されてるんだって。わかった。まず江戸城を強力なエネルギー水槽の上に建ててその鬼門にあたる上野の鎮守のためのお寺を置く。お寺だけではなく、忍ばず池や琵琶湖に見立てて弁天堂も建てたとか、わざわざ琵琶湖の神社から弁財天を完成してきたっていうよ。逆番組より面白い。これは全部京の都に放った配置なんだってね。やだな、なんだか歴史の授業みたい。おう。まあ関係がないこともないんだけど、私が発掘に行ったのは江戸時代の寺跡の調査だったのさ。なんで発掘？やっと始まるよ、話が。寺跡って何が出てくると思う？お寺にあるものって言ったら？お寺と言ったら？って言ったら仏像？お寺と言ったら仏像、仏像と言ったらお寺。仏像か。そういえばお地蔵様なら出てきたよ。うん。どれも首のあたりで割られてたけどね。え？スパッと綺麗に切り落とされてるんだよ。なぜだかわかるかい？わかる、それ。タイ行ったんだよ、俺、タイ。ああ、行ってたね。タイ行ったんだけど、それね。うん。あ、この選択肢ないわ。え、ちなみにそれは何だったの？え、なんかね、タイのね、仏像ってね。うん。あんとね、うん、じゃあ答えてもらおうか。わかんない。寺跡で発掘されたお地蔵様にどうして首がついていなかったのか。まあ3だろうな。首を落とせという命令があった、うん、よく知ってたね。ずいぶんアバウトな覚え方だけど間違いじゃないね。正確には神仏分離って言うんだよ。明治維新の時に取られた政策、神道を国教とするためにそれまでは一緒に信仰されてた仏教を切り離した。日本の宗教とは神道も仏教も混じり合ってたんだ。なんか神社とお寺が別々のものとして考えられるようになったのはこの時から。すごいゆかりの目と目が近いよ。
この戦争は別にどうでもいいだろう。今さらこの政策によって仏教を敗訴する運動が起こり、排斥か。全国各地で仏なき読みづらいな。仏道や仏像、経文なんかが、破棄されたんだよ。もちろんお地蔵様もね。近いよ、すごい目と目が。そこいいじゃん。お地蔵様は石でできてるから燃やすわけにもいかなくて、ことごとく割られていったんだってさ。秋葉原と御徒町間ぐらい短いよ。なんだか罰が当たりそうな気もするよね。発掘されたお地蔵様に首がなかったのはこういう理由だったんだ。あ、離れた。どう？学校に行ったらみんなに自慢してごらんよ。離れた。日本史の時間なんていいんじゃん？あ、近くなった。だけど、私が言いたいのはそんなものじゃないんだ。ね、なんで話したんだよ。確かに仏様には間違いないんだけどさ、このお寺にあったのは、寺跡にあったのはお墓だったの。目と目近いな。はっきり言って建物の跡なんてほとんどなかった。うん。調査する敷地一面、お墓が並んでるだけだったよ。あらら。お墓って言っても、墓石や外場、はほとんど残ってないし、残ってたとしても折れてたり倒されて柱の台に使われたりで、墓穴とは全然別の場所で見つかるんだよ。墓穴を掘るって言葉あるじゃん。うん。あれどういう意味だか知ってる？あれでしょ、おけ、あの、いわゆるウイグルでしょ。お、ん？北斗の拳でいうウイグルでしょ。これ多分ね、知ってる人はね、あーってなってるよ多分今。北斗の拳でいうウイグル。あの、ウイグル極長っていうね、うん、あの監獄の獄長すげえの強そうなやつがいるんだけど、うん、そいつはそこに墓を掘って、うん、カサンドラっていう場所に墓を掘って、うん、ケンシロウこれがお前の、墓だっつって掘って、うん、結局自分がそこに入れられちゃうっていう、そういうことでしょ。墓穴掘ってるな。そう、墓穴には骸骨の入った棺桶が並んでるだけ、うん、昔の棺桶って今みたいに細長い長方形じゃなくて丸い樽のような形なんだよ。なんで笑ってんの？なんで自分の掘った 墓に入るんだよ。そこかよ。土葬が主流の時代だから当然その中には死体があってそのまま収められてる。もう骨になってるけどね。もう時代が古すぎると。そこ関係もういいわ。終わってるわそれ。最初の最初のっていうか最初じゃないか。土の色が染みついちゃってるのとで、黒かったり茶色かったり黄色かったり、中には多少緑がかってるのまで。なんかうんこの説明みたいだねこれね。黒かったり茶色かったり黄色がかったり、中には多少緑がかってるって、うんこみたいな。お前緑のうんこしたことあんの？お前。いやでも多少緑がかってる場合もあるんじゃない？いやいやいや、お前うんこか行った方がいいよマジで。あれうんこかはないよ、肛門かだろ。肛門かじゃねえよ、うんこ、うん、真っ白い骨なんて一つもなかった。超だ、超。そんな骸骨の入った桶が何百個もあるんだよ、うん、なかなかすごい眺めなんだから。だってそんな骸骨の入った桶が何百個もあるんだよ、うん、今回この何百個も入ったこの。あら、どうした？素晴らしいボディー。顔色が悪いんじゃん。まだ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 。私の気のせいか。じゃあ続けるよ。あぶねえ、割るところだった話が。その墓の、うわっ、もたいまさこみたいな人だ。何まさこ？もたいまさこ。あ、顔出てこねえ。お墓の調査仲間に岡本のり子さんって人がいたんだけど、彼女は少し変わった趣味を持ってたんだ。なんと今回はこの岡本のり子さん、なんと少し変わった趣味。その趣味っていうのがさ、彼女ものすごく骸骨が好きだったんだよ。愛してたと言っても過言じゃないね。そんなに？調査の時って一つ一つお墓を丁寧に掘り出していくんだけど、普通一つの墓に一人分の骸骨が屈葬っていう膝を、大体姿勢で収められてるんだ。屈葬って感じだ。なんか昔さ、昔の縄文時代とかって屈葬だったんだよね。屈葬だな。言ってたよねそんなの。うん。畜生って言って。土で埋まっちゃって、はい。土で埋まっちゃって多少は形が崩れちゃったりしてるけど、ほとんどそのまま出てくるんだよ。ああ、ほうれん草とかまで。そうなの？ほうれん草。土に帰らないってこと？うん、報告連絡。そうだ。何？え？いいよ。時間あげるじゃん。報告連絡、送検日じゃ。続けて。はい。その骨を今度はスポンジボブとブラシを使って磨く。スポンジ？あ、ごめん、ごめん、ごめん。彼女は丁寧に丁寧に作業してたっけ。うん。で、時々、もっと箱みたいな人。いや、もういいよ、さっき言ったよ、それ。で、時々骨をじっと見つめながら、こ
この子はいい顔してるわなんて言い出すんだ。ああ、生前の顔がじゃないよ、あくまでも彼女が見ているのは頭蓋骨なんだ。目の穴がの形がいいとか、バランスは申し分ないんだけどもうちょっと丸みが欲しいとか付け加えるんだからさ。普段私たちが人のスタイルや顔なんかを見るように彼女は骸骨を見てたんだ。だ、ちょっと独特の美的センスだよね。そうだね。そんなある日のこと。おう、どうした、試験か。え、一つのお墓から素晴らしく原型をとどめた美しい骸骨が掘り出されたんだ。ほう、やっぱり膝を抱えた姿勢でね、少しうつむいた感じの顔が印象的だった。あ、岡本さんの影響かな。私までこんなこと言い出すなんてさ、私がこんな調子だからね、岡本さんのその骸骨に対する惚れ込みよったらもう大変だったよ。その骸骨の調査はもちろん彼女の担当だったし、調査が終わった後も暇さえあればそばでじっと見つめてた。このバのさ、これパになって、ソパになってるよね、これね、ほら前からね、割と思ってたけど言わなかったけど、これソパになってるよね。おう、時折話しかけたりしてたみたい。もう恋人のようにその骸骨に接していたんだよ。この骨ってなんだかセクシーだよねって私が、あ、違う、これ私が言ってみたんだ。するとさ、彼女すっごく嬉しそうに、そうでしょ、こう斜め後ろから見たラインって話に乗ってきたんだよ。うんうん、なんで自分の掘った墓に入るんだよ。関係ねえだろ、それも。だいぶ前だよ。うんうん。首から肩のラインが艶っぽくていいよ。そうなのよ、私一目惚れしちゃったー。何のためらいもないセリフだったわ。何のためらいもないセリフだったわ。そうだったわ。あんまりあっさりしてたから軽いジョークとも思えた。だけどそれは彼女の真剣な告白だったんだよ。あら、現場の作業自体が終了に近づいてた時期だったから、港かなえ、彼女は切実にその骸骨との別れについて考えていたんだね。嘘つけ。調査隊の隊長にあの骨を譲ってほしいって願い出たこともあったんだよ。嘘つけ。もちろん断られてたけどね。嘘だ。発掘されたものは全てまとめて博物館に保管されることになってたからね。いや、嘘だ。一応国のもんだし。いや、嘘だ。お前は人を信じろ。結局岡本さんは骸骨を手に入れられないまま別れの日を迎えてしまったわ。でも一度断られたぐらいで簡単に諦めきれると思う？彼女にとっては真剣な恋だったんだよ。諦めきれないと思う。諦めきれるわけないじゃん。岡本さんって割と思い詰めるタイプだったし。嘘だ。それに恋って障害が多いほど燃えるもんじゃん。ロッピーにはまだ難しいかな。ねえ、難しいでしょう。実際どう？嘘だ。え？嘘だ。ねえ、人を信じろ。嘘だ。どっちだよ。どっちだね。まだわかる。どっちも否定だから。もういなと、え？もういなとこなんそ。あ、これか。もういなとこなんそ。なんそ。そんなことないって。へいち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 。いちに見えるな、これ。目と目がちけえ。いや、そこかよ。お前今日いろいろずれてんだよ、なんか。うん、岡本さんの恋だって大人の恋とは思えないのにさ、ローピーの恋なんて大体の察しはつくんだからね。まあどっちでもいいや。恋する乙女の情熱ってさ、誰にも止められないもんだって思い知らされたからね。ほう。彼女も突然大胆な行動に出たんだ。大胆で何をしたかって、骨を盗んだのよ。骨盗みの作業終了の日、彼女は仕事に来なかった。なんで？みんな彼女の声を知っていたから。だけどが寂しいんだ、悲しいんだね、なんて言い合ってたんだよ。僕悲しいんだね、僕らで悲しいんだね。みんなその生き方。だって言い合ってたんでしょ。そう、ね、そういうことだね。僕が悲しいんだね。僕らが悲しいんだね。お互い向き合ってすげえいい。お互い言い合ってる。怖え光景だ、それはそれで。その時はまさか彼女が失踪してるなんて思いもしなかったからね。うん、岡本さんはその日からばったりと姿を見せなくなったんだ。家にも帰ってないって。
家族から捜索願いまで出されてた。分かった、これオチは岡本さんが骸骨になっちゃった話だ。じゃあお前それな、外れたらどうする、ビンタしろ。外れたら俺骸骨になる。いや言ったな。なる、それと彼女が姿を消すのと同時に倉庫にしまってあった人骨がいくつかなくなってたんだ。人骨が、その中には岡本さんが恋してたあの骸骨も含まれてた。ええ、だから別れを嫌がった彼女がこっそりと骨を持って逃げたんだろう。こってりと骨をっていうのがみんなの出した結論だったよ。彼女一人娘で絶対に家に心配かけるようなことはしなかったのに。人骨ラーメンだ。必死の捜索にもかかわらず彼女と骨の行方はわからないまま。骸骨そっくりな人と暮らしてるのはめたとか、骸骨と骨を取るのにおいしなんて噂がささやかれたけど、どれもすぐに消えてしまったよ。みんなもしばらくの間は彼女の噂話で盛り上がってたけど、そのうちに飽きちゃったようだね。あー飽きちゃった。本当はさ、私彼女の消息を知ってるんだよね。今まで誰にも秘密にしてきたんだよ、うん、ここで話してもいいんだけどさ、知りたい？知りたい。ここまで聞いたら知りたいよね。いいよ、話してあげるよ。うん、話せよ。岡本さんは山奥の病院にいたんだ、静養のためにね。私が彼女を見つけたのは本当に偶然だった。必然だったのかもしれないよ。実はその時の私は代理家族のアルバイトをやっててさ。何代理家族？代理家族のアルバイト。すげえアルバイトあんの。私妹ですって言っていくのかね。そんなバイトあんだね。忙しくて面会に行けない家族の代わりに入院してる人のお見舞いだったんだ。意味あんのかそれ。たまたま同じ病院に岡本さんが入院してたのさ。岡本夏樹がね。でもそこにいたのは私の知っている彼女じゃなかったよ。お彼女げっそりと痩せこけて目だけが異様にギラギラ光ってたんだよ。極端に太陽を怖がって部屋の角に角隅にうずくまり、ん？角だ。時々気味の悪いうなり声を上げては私たちを威嚇するんだよ。シャーシャーってなんだ。シャー、すっかり敵と思われてたみたいだね。病院の人の話だと岡本さんは麓の町のホテルに滞在してる時に様子がおかしくなって入院させられたんだって。嘘ね。本当？本当か。私は彼女が泊まっていたというホテルにも行ってみたよ。ひなびた田舎町の薄暗い路地に面した安っぽい建物だった。とても営業してるとは思えない。彼女よく一人でこんなところに泊まれたね。泊まれたよ。なるほど、こんなところに一人でいたら私だっておかしくなっちゃうと素直に感じたよ。大人だよ。そして岡本さんがああなってしまった理由もなんとなく理解できた。うん、これはあくまでも私の推測でしかないんだけど。うっ、元江雅子みたいな人が出てきた。岡本さんが骸骨を持って逃げながらこの町にたどり着いたとき、小さな町だけど割と平涼的な場所だから隠れるのにはちょうどよかったんだね。閉鎖的。それでも日が経つにつれて不安は募っていく。いつまでも逃げてばかりはいられない。もしここにいることが見つかったらきっと怒られるくらいじゃ済まない。それにこの骸骨たちとも引き離されてしまう。はい。彼女の考えはどんどん悪い方へとパカリ進み、極限にまで追い詰められた精神があるとき、はい、プツッと切れてしまったんだよ。まさか、まさかスーパー地球人なんじゃないの。スーパー地球人。岡本さんは盗んだ骨を食べちゃったの。これについてはちゃんと証言者がいるからね。骨食うか普通。季節外れの女の子の一人旅なんていかにも訳ありって感じじゃん。その上彼女はだんだんと部屋に閉じこもりがちになってきて、今にも自殺しそうな雰囲気だったらしいし。閉じこもりがち。それでホテルの主人がいつも様子を伺うようにしていたんだって。彼女を病院に入れたのもその人だった。岡本さんにしてみればさ、骸骨と引き離されることを恐れるあまりの行動だったんじゃん。取られたくない大事なものは自分の体内に入れてしまうのが一番でしょう。確かに。彼女が泊まっていた部屋には骨のかけらが掃除もされずに散らばってたよ。ええ。彼女の思考がそこまで追い詰められてしまったのって環境のせいもあったんじゃないかな。ええ。
彼女が滞在してたのが南国のビーチとかだったら、今頃は部屋に骸骨を飾ったりして楽しく暮らしてたと思わない？病院に入院はしていたものの、岡本さんは食事も取らず、あっけなく衰弱死してしまったんだ。あれ、彼女がこうなったのってやっぱり骸骨の呪いなのかもね。でもこの呪いはこれで終わったわけじゃなかったんだ。彼女の死体は壮絶なまでに苦悶の表情を浮かべたままだった。あまりにも変わり果てた娘の姿を見せるには忍びなくて、私は彼女をひっそりと、に伏してもらって、その白い粉の骨壺に入れて彼女の実家に届けたのさ。ほら骨になった。俺の予想当たった。彼女が、私が直接持っていけばあんなことにはならなかったんだろうけど、私はバイトの期限が残っててその病院を離れられなかった。だから骨壺だってことは内緒にして小包みで送ったんだ。それからしばらくして、また小包みで送り返されたんだ。私がアルバイトの期限を終えて自分の家に戻ると、留守番電話に岡本さんのお母さんからのメッセージが入ってたよ。それは何？もしもし、岡本のり子の母ですけれども、この度は珍しいお土産をいただきまして本当にありがとうございます。食事のたびに調味料として使わせていただいております。主人も変わった味だと。手内容だった。しまった、手紙を入れるのを忘れてた。でも普通使わねえだろ。それっきり調味料に。私は彼女の実家に連絡を入れてない。だってあなたたちが食べたのは実は娘さんなんです。それ俺のセリフなんて言えないじゃん。それにしても変わった味ってどんな味だったのかな。なんか伏せてもう、ね、これスカイプだからね、音ユンなんかユンユンユンって。娘を焼いてできた粉だもの、そんじょそこらの化学調味料とはわけが違うよ。うん、食事のたびにって言ってるくらいだから結構美味しかったんじゃん。うまうま。あらロッピー、人事だと思って安心してちゃダメだよ。知らず知らずのうちにおかしなものを食べさせられているのは私たちも同じかもしれないんだからさ。さっき吉尾がロッピーの分まで食べた鳥の唐揚げだって本当に鳥だったのかね。カエルの肉って鶏肉にそっくりなんだよ。たとえ鳥だったとしても培養実験で私たちの見たこともないような動物の研究が進められてるっていうし。そういえば去年の秋口にこんなことがあったっけ。また展開したのか話を。近所のスーパーに行ったらさ、サンマがずらっと並べられてたんだ。よく言う初物ってやつよ。ところが次の日夕方のテレビでサンマ漁のニュースをやってたの。本日全国に先駆けてサンマの、荷揚げが行われました。これが初荷揚げであり、お値段の方は平年よりも高めと。だって前の日に私がスーパーで見たサンマは一体何だったのかな。養殖もの、それとも密漁もの。ほらほら、普通のスーパーにも怖い商品が何食わぬ顔して並んでるんだから、これからはうかつに物を食べられないね。それとも今から自給自足に切り替える。その点じゃこういう田舎って最適なんじゃん。やべ、話の論点がずれてきたぞ。私はごめんだけど、さあ私の話はこれで終わり。次へ行ってもいいよ。うわ、超つまんなかったこの話。いや面白かったろこれ。そこそこ全然つまんなかった。これ、見ない方がいいよこれ。いやお前、俺が話す話大体最近つまんねえっていうな。とっておきって言うからすげえ期待したんだけどさ。みんなとっておきって言ってんだろ。ほんとだよ。でもあれらしいね、なんで取って置いとくの？いわゆるさ、回転ず安い回転寿司に使われてるマグロって赤マンボウなんだってね。ね、マンボウの方が高そうなんだけど。マンボウ、赤マンボウはなんか大量発生してんじゃない？キマンボウは？知らないけど。おじゃマンボウ。はい、じゃあでここまででね、もう6週目一応最後の週で、あとはもう隠しを残すだけなんで、じゃあ次回ね、まあ吉尾しか残ってないから吉尾でお会いしましょう。さよなら。お邪魔んぼう。